人が見るみたいな。スッスッって見たことなかった。田上さん、こんにちは。こんにちは、ヘアメイクの田上さんです。今日はですね、じゃーん、ドラマ8、弁護士ソドム第1話のランクインです。私の役は、弁護士ソドムの亡くなったお母さんで、私も元弁護士っていう役なんですけどね。真面目そうに見えるでしょうね、田上さん。真面目女子です。女性の味方女子です。メガネかけちゃうちょっとこういう感じで、うん、かわいいかわいい。はい、お願いします。はい、ご紹介いたします。宇田尻商工役、坂岡咲さんです。よろしくお願いします。YouTube なのねって言ったね。いいっす。写真じゃない。ね、こっちだから一月、あ、2月、はい、から始めて、そうなんだ。ちょうどまだ1ヶ月ちょうど経ったぐらいで。見てみよう。じゃあこのドラマ出てもいいの？いいっすよ。わかんないけど。そうだね。全然。もしダメだったら、私がちゃんと似顔絵描いて。似顔絵。似顔絵。それでいいんじゃないか。いや、誰でしょう。私の家族もちょっと出てるんだけど、で子供たち似顔絵になってるわけ。あ、なるほど。それと同じ扱いでいいんですか。多分大丈夫です。全部お子さんがでかくなったなって。これなんだっけみたいなね。やってなんだっけ、ソドムです。弁護士、私の息子です。お母さんです。終わらなくていいんだって。ありがとうございます。ありがとうございます。NHK のチコチャンネルよく見てたけど、なんか知らなくてよく出てるのか。チコちゃん。チコちゃんだよ。チコちゃんだよ。俺じゃないと。チコちゃんだよ。これ何？わからない。チコちゃんだってば。じゃあ、そうする。ロッケです。ほら、かわいいでしょ。めっちゃかわいい気がする。あまりこれ貸しちゃうと。今日は、なんだっけ、スチールロケに来てるんです。どうですか、この真っ黒い髪の毛。とても新鮮で、私ちょっと、そう、お父さんとの距離がちょっと遠いような気がするんですけど。あー、じゃあそれでいきます。はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあ笑顔でこちらお願い。はい、ありがとうございます。お願いします。今、火がしますから。お願いいたします。玄関
から、はい、で今じゃあここで待機して、実際玄関から、実際そうですね、もう入ってくるとこは見せないんですけど、うん、ここで靴脱いでるぐらいは見せようか、分かりました。でヒロさんこっち迎えに来ます。あ、迎えに来るんだ、荷物でも取るんで、ご飯できてるよ。ちょっともう先に風呂にする？ビールとりあえず。あ、さあ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 、疲れよ疲れよ。はい、カット。事件だ事件だ。事件だ事件だ。事件だ事件だ。どこ？事件だ事件だ。感動が悪い。私が死んでんのかな？私が死んでんの？私が死んでるのかもしれない。事件だ事件だ事件だって笑ってた。4番、よーい。